今回は前作ゼノリッターと対決するコマンドウルフレールガンカスタムについての紹介です。コマンドウルフは敵の索敵や追跡に秀でています。今回はヘッドスコープを装備し精度高く敵の位置を把握します。武器にレールガンを背負っているのが特徴です。レールガンは走行時から発射時にこのように切り替わります。スコープによりロックオンした標的に対しレールガン内で加速した弾丸を発射します。ただし試作兵器のため装弾数は1発のみとなっています。その他同商品は量産型のダークグリーンコマンドウルフとコマンドウルフ雑把隊長使用機に組み替えることが可能です。ダークグリーンコマンドウルフは従来の通りロングレンジライフルを装備した量産型仕様、雑把隊長機はドラゴンヘッドと呼ばれるリーダー機として特徴のある形状となっています。相手の撹乱や陽動機として活躍します。自身の位置を仲間に正確に把握させるための機能と自動操縦ユニットを持ち、ロングレンジライフルを制御することもできます。ゼンマイ駆動でリアルに歩行します。首を下げた状態ではゆっくり、上げた状態では速く、数パターンのスピードに切り替えることが可能です。今後のゾイドオリジナルの展開にご期待ください。